古市場文化センターにやってきました。今日は普段からこちらで活動されている皆さんの成果発表会が行われるということで、今から楽しみなんですが、皆さんの元気の秘訣も聞いていきたいと思います。では行ってきます。古市場文化センターでは、講座を卒業した後も自主的に学習を続けている自主グループや団体などが活動をしています。今回はそのうちの3団体がこれまでの活動成果を発表します。お客さんもだんだんと増えてきました。まもなく開演です。最初は地方徳の会の皆さんです。民謡や歌謡曲などに振り付けて踊る歌謡舞踊教室です。美容と健康に役立ち、簡単な着付けも学べるそうです。ではまずはお疲れ様でした。いや本当に素敵な踊りでした。今日踊ってみた感想から伺ってもいいでしょうか。コロナの中でなかなかない中で、今日こういう機会を作っていただいたこの文化センターの方に感謝しつつ、本当に皆さん元気に今日くれて本当にほっとしました。一番高齢の91歳です、はい、私最前列から見ていたんですけれど、91歳と聞いて今すごいびっくりしました。まだ腰曲がらないから。その若さや元気の秘訣って何だと思われますか。まあ皆さんの優しい、なんていうの、慰めやら無理かなと思ったんですけど、今日は頑張って踊りました。お姉さん方にもすごくパワーをいただきます。練習にお稽古に一生懸命なところがすごいなと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございました。続いてはフルート教室プルメリアの皆さんです。平成20年に古市場文化センターの講座として始まり、フルートを楽しみながら上手くなるをモットーに活動しています。ではまずはお疲れ様でした。演奏とても美しかったです。多くの人の前で演奏してみた、まず感想を伺ってもいいですか。緊張したけど楽しかったです、はい、緊張しました。さっきまでそんなことなかったのに、ね、こういう機会あんまりないから、いい機会を、ね、与えていただいてるなと思ってます。ズバリ元気の秘訣、このフルートの活動を通してどんなところだと思いますか。ちょっと落ち込んだりできなかったなという時でも、皆さんに励まされて、でこう続けていけることが元気の一つになるかなと思います。まあ、上手じゃないんですけれども、音楽やるってとても楽しいんですね。ずっと続けたいと思います。ありがとうございました。最後の団体はハワイアンフラのリコフラです。リコフラでは基本を大切に美しく踊ることを心がけているそうです。And
疲れ様でした。いや、皆さんのダンスを見てとても心も温かくなりました。今日踊ってみた感想を教えてもらってもいいですか？いつもより上手にできたので嬉しかったです。緊張しました。緊張したけど楽しかった。みんなと踊れて楽しかったです。楽しかったです。フラダンスは滑らかで綺麗なところが好きです。元気の秘訣っていうのを伺いたいんですけれども。一人で踊るものではなくてチームで踊っているので、みんなで気持ちを揃えてこのイベントに出るってことがとても楽しいので元気が出ます。仲間で踊れるっていうので元気をもらってます。やっぱりみんなと一緒に笑顔で踊るっていうことで元気をもらっています。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は成果発表会にお邪魔しました。いかがでしたか？皆さんの踊りや演奏を見て私も元気になれました。ここ古市場文化センターでは作品を展示する成果発表展も3月に予定していますので、皆さんお楽しみに。みんな来てねー。